ギョッイレイヨシキペリカンギニューフォースキャラ弁ならぬキャラ料理選手権わかりやすいタイトルかと思いますけどもキャラ弁って言ってね、まあ、キャラクターアニメのキャラクターとかのを模したこう弁当をね作るっていう文化があるんですけども今回は、まあ、大きめのお皿一つでキャラ料理をね皆さんに作っていただこうかなと思っております。なるほど。まあこっからですね、まあ、試食係から、まあ、イレイにやっていただくんですけど、はい、見た目点、まあ、これ映えですね、いわゆる映えポイントがまあ最高10点で、まあ、料理なんでねまあ味は絶対必要でしょということで美味しさポイント10点の計20点で競っていく選手権となります。はい、プレイヤーはねここ3人になるんですけども各々もう食材も買って何作るか決めてるんでね早速やっていこうかなと思っております。はいはい、どうですか。いやまあね料理は結構やるんで自信はあるんですけど、いかんせん絵とかがね下手くそすぎてそこなんだよ、ね、芸術点がねちょっと心配なところではありますね。だからなんか見本とか多分みんなさ用意してると思うんだけどさ、うん、それを再現できるかが一番確かにそう怪しいんだよね、うん、本当やってみないと分かんないんだけど、ということで早速キャラ料理キャラ言いにくいなこれ結構キャラ料理本当言いにくいキャラ料理作り選手権スタート、うん、お待たせしましたはいはい一応できました。ちょっとねダメだな、保険とか入れるのダセーな。見せました。はい、僕が作ったのはこちらです。おー、うまそう。おー、あーなるほどね。1番手、ペリカンでございます。僕はね、何を作っていくかと言いますとこちら、スプラトゥーンでございます。スプラトゥーンのイカちゃんでございますね。まあね、長年飲食店で働いてたのでそれの腕を見せれたらいいかなと思います。やっていきます。本日のメインとなりますのがこちらです。こちらをベースにねいろいろ考えながら作っていきたいなと思います。まずはじゃあ付け合わせのサラダの方から作っていきます。このイカちゃんをね表現するのに白じゃないとダメじゃないですか。顔が白色なんで、なんでカレーなんですけど普通のライスを作ってもおもろくないんで、ちょっとさっきのパセリとか刻んだニンニクとかと合うようなガーリックバターライスみたいなの作れたらいいかなと思います。このキャラクターをね作るそのチーズとかベーコンとかで作っていこうと思うんですけど、これ作るの結構時間かかりそうなんで先にカレーの方を作っちゃいたいと思います。レトルトカレーの裏技みたいなものなんですけど、そのまま温めるだけじゃなくてこう一手間加えてあげるとめちゃくちゃ美味しくなる。先に、まあ、バターなり油なり引いてちょっと香り出しでニンニク一つまみぐらい、で、ここをラップで熱を通して溶かします。めっちゃ溶けてんじゃん。まあいっか、完成でございます。あーなるほどね。いやてかうまそうなんだよ。うまそう。そうです、今回はスプラトゥーンのあのイカちゃんのキャラクターをね作ってみました。それでは食べてください。まあ問題は味ですから、うん、10点ありますから。いやでもこれ味で2点とかはないだろう、まあ、ない見た目まずいわけがない。いただきます。はい、ちょっとテンパりましたね。でも、うん、どうですか。うめえ。イエーイ。だろうな、だろうな。美味しい。普通のライスじゃない。これはちょっとね、肌色にするためにバターと少しガーリックでちょっと茶色っぽくしてみました。で、カレーが、バターチキンカレーっぽい、ちょっと少しピリ辛なやつなんでバターでちょっとまろやかになるかなと思って、もう黙々と腹減ってるしさということで、見た目点と味の点数発表していただきましょう。どうしよっかな。見た目8点。
おー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 、まあでも8点ぐらいあるよ。いや普通に分かるの美味しい。よかった。そうパッと見で、あこれスプラトゥーンのイカだって分かる。うん、そして、肝心の味ですが、はい、こちら8点をつけさせていただこうと思います。じゃあ16点。いやこれはねなかなか高得点ですね。意外といい点数じゃん。1人目にしてはちょっと出来すぎな気がするな。ちょっと完成形持ってこられたら楽しいよね。ということで2人目いきましょうか。はいはい、はい、じゃあそれでは料理の方お願いします。はい、ピカチュウオムライスです。すごい、すげえ、かわいい。はい、ということでね、2番手なんですけど、まあ鉄板っすね。キャラ弁とかの鉄板のこのね黄色いピカチュウさんをね作っていきたいと思います。何を作るかなんですけど、まあオムライスですね。オムライスを作ってピカチュウっぽくやっていこうかなと思います。卵をね焼いちゃいます。包む用の黄色みを増やすために卵6個使って、そのうちの3つは黄身だけにしようかなと思います。焼いていきます。どんくらいだろう。よし、これで卵の方は完成ですね。モンスターボールって上が赤だっけ。うん、完成。顔がむずすぎたな。いやすげえ、子供大喜びする、うん、でもなかなかねこれ卵で巻くからなんか結構簡単だろうって思ってたんですけど、卵で巻くのめっちゃむずいわ。いや巻くのめちゃくちゃ難しかった。それでは実食、実食お願いします。いただきます。うまい。お、よかったー。まあオムライスだからね、うん、見た目うまそうだもんな。もうよかった。急遽作った、作る予定のなかったモンスターボールね。これモンスター、うん、モンスターボール、モンスターボール。それは美味しいのかは謎よ。言ったね。さすがちょっとしょっぱいけど、うん、美味しい。しょっぱく。気になる点数の方なんですけども、いかがでしょうか。はい、見た目は7点で、おお、行かせてもらいます。さっきの方が高いんだね。はい、さっきの方がパッと見で、あ、でパッと見もしかしたらこっちの方が分かるかもしれない。本当に、まあ、これはピカチュウってやつは分かりやすいからね、まあ、キャラクターキャラクターが有名だしね。まあでもあっちの方が出来はいいかなっていう、うん、はい。そして味8点。おお、はい、ということは計15点ですね。1点取れるやったな。味はねとっても美味しい、本当に。はい、ありがとうございます。はい、イレイが幸せな企画だ。そうだ。いいですね。いや、なんか2人ともすごくないですか、普通に。はい、ということでこちらです。おお、両面スクナー。すげえ、すげえ。すごい。僕が作るのは大人気呪術廻戦から両面スクナー with 指10本です。まあ、あえて五条さんとかじゃなくて両面スクナーっていうねチョイスになります。で、指が大事です。でですね、今回作るものはですね、ローストビーフ丼になりますね。虎杖くんのね、髪の毛がピンク色っていうかね、まあ、なんかそういう感じの色じゃないですか。なのでそこを、まあ、こちら、ローストビーフを用いて作りますが、これでもできてます。できてるのでほぼ工作です。ビジュアル点はね、ちょっと10点狙っていきたいところですね。はい、まずご飯を盛りました。これをもう形作っていきます。早速。はい、キャラ料理、キャラ弁にも欠かせないこちらですね。海苔は絶対使いますよね、やっぱり。
見てください皆さん、これわかるでしょ誰か。よし、じゃあ次いきますよ。ラストスパートです。はい、ラストスパートなんですけども、指を作ると言いました。あの有名なね、まがまがしい指を作るんですけども、まあウィンナーでしょう。これもね、とりあえず焼いた後に、まあそこからまた造形タイムがスタートすると思うんですね。まあそこを頑張っていきたいと思います。はい。ということで、完成！すげえ、指だ！指。海苔の使い方、うまっ。すげえ。キャラ料理って言ったらさ、ご飯でキャラを作るかと思いきや、なんかアート作品みたいな出してきてない？すごいわ。じゃあそれではどうぞ。いやー、こう来たらまず指でしょ。それそのまま食べちゃってください。はい。ん？もう音がこれうまいかわかんないんだよね、正直。ソーセージに食うんだな。そうです。ーソーセージをベースに、そこからあのまがまがしい指を表現するには、このローストビーフのきめ細やかさがいるなっていう。すごい、なるほど、ね、すごい、めちゃ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 頑張って作ってる。いただきます。これ本編ですね、ローストビーフの。まあうまいですよ。まあそうですよ。まずいはならない。まずいはない。その目をくぼませたりとか、その鼻のところを高くしたりとか、一瞬こだわったりしてる。だから立体感あったのか。そういうことか。本当だ、すごいな。ということで3人目、はい、両面少な with 指でしたが、はい、点数の方は、見た目得点は9点。おーし、なんかね、やっぱ、ね、指がめちゃめちゃ好きで、これすごい、ね、あとこの海苔、これ絶対なんかやみそう。いやマジで黙っちゃう。で味6点。まあ、かもなく、不可もなくなりますよね。たぶん、海苔のせんべいめちゃめちゃかかって、米が冷たいです。最初さ、一番って俺で、うん、結構時間かかったなみたいな感じだったんだけど、全然みんな1時間かかったね。かかるね。何で来たんですか、包丁。いや、ハサミ。いや、ハサミでこれはすごいわ。こうやって切り抜いたと、もう髪を切るようにこうやって。すごいわ。はい、ということで、次回のバイバイ企画。バイ企画、まあ、なんかありますかね。まあ次回にご期待ください。以上、はい、ギリフォースでした。はい、いやなんかね、でもどれも美味しかった。それは良かったですね。うん。